ヤギロ、久しぶりやな。何年前おうねん、何回も来てんのに。間違えちゃうんですよね、あの高速。この前大阪来た時に。はじめまして。はじめまして。やった、来たかったです。ありがとうございます。今動画撮ってますんでね。あ、そうですか。よろしくお願いします。まあ、バイクよかったら向きだけ変えとって。頭と違うで。いいっす。そうか、ようやく着いたな。だいぶ迷ったんか。はい、あの、なんでか三原の方行ってたっけ。わお、もう昔ストレートで来とったのにな。いやー、なんですか。いや、前は、前はずっと来とったのに。あの、高速で間違えるといい。もうでも庭みたいなもんやろ、この辺も。いやー、だいぶ待ってきたから。重たいよ。うちほらバンデット1200あるけど、もう一つ重たいぞ。あれタオルついてるから、ね、ついでなんで1200か。1200は揺れ1250だ。あ、そう、あれはついで。でもあんま重さ変わんなくないですか。いや重たいぞ。230キロ。うちの刀、コルサ刀も重たいけどな。あれもずっしってくるわ。なんかカスタムしたかあるから。5000円で買いました。おー、5000円か。安っ。いや、びっくり。吉村誰とも知らなかったお、ETC つけたんや。いや、前からだった。はい、多分。ありがとう、俺のためにわざわざつけて持ってきてくれてるな。違いますよ。もうこれ、あの、飾りなんで、気分的な。なるほど、なるほど、なるほど。基本的にヘルメット置くときに、あの、ストッパー代わり。そうか、そうか。基本的に使えない。まあ、マイクの向きだけ変えてくれたら。はい、明日やったら休みだから、やばいと思う。はい。じゃあ、あの、お休みなんで。あ、はい、はい、今日。なるほど。これはヤギのカービちゃんかな。カービちゃんのサービスエリア。カービやか。ヤギ。あの名古屋の。はい、カリア。カリアおったん。はい。東京の会社におったん。はい。これ誰か来るかな思う。誰も来る。立ち仕方ない。あの、ホドガヤあるやんか、東京の。はい。ホドガヤ行ったら、はい、2人ほど来てくれる。なんで来てるの。かっこいいよ。ええ音入ってるし、さっきの。ありがとうございます。